大西洋奴隷貿易は大西洋に面した三大陸の関係する人身売買取引であった。図中の赤が奴隷供給地、青が需要地。大西洋奴隷貿易は15世紀から19世紀までの間に三角貿易という大西洋を挟む三大陸が関与する。 貿易体制の中で行われたアフリカの黒人を商品とする人身売買の貿易である。大西洋マドレー貿易とも言う。アフリカの黒人は奴隷として西アフリカを含むアフリカの諸地域から奴隷船で輸送され新大陸に連れて行かれた。奴隷船の環境はひどいものであり、この船旅はミドルパッセージと呼ばれている。輸送された奴隷たちの中には 戦の中で捕虜になった者や、村にいるところを襲撃されて捕まったり、誘拐されたりした者がいた。奴隷に罰を与えるためあるいは債務を支払うために、アフリカ人が奴隷を売ることもあった。奴隷たちは、手枷で互いに繋がれて、内陸から何週間もかけて歩いて海岸まで、たどり着いた。奴隷は海岸に到着すると、ヨーロッパ人が購入するまで鳥の中に押し込められた。 新大陸に渡ったアフリカ人の推計は1200万人から1300万人ほどというのが歴史学における通説である。ダホメの軍は自衛のための武器を手に入れるために奴隷交易に手を染めた。ダホメをゲゾは1840年代に次のようなことを語っている。奴隷の取引は我が親民の支配原理である。それは彼らの生えある富の源泉である。 母親は子供を寝かしつけるときに敵を奴隷の身に貶めた戦の話を子守歌にする。ダホメオゲゾ奴隷の競売がサウスキャロライナシューチャールストンで開催されることを宣伝するチラシ。1769年。アフリカ人やアフリカ系アメリカ人の学者の中には奴隷貿易のことをモフと呼ぶことがある。これはスワヒリ語で破局を意味する言葉である。 奴隷戦は大西洋に面した三つの地域、ヨーロッパ、アフリカ、新大陸を循環する経済体制において、このサイクルを循環させる役割を担った。アフリカ人奴隷の輸送は大西洋をまたいだ複数の地域の経済を結びつけた。三角貿易においてアフリカ人奴隷の取引に携わったヨーロッパの国としてはイギリス、オランダ。 フランス、スペイン、ポルトガルがある、新大陸では鉱山における採工や、プランテーションにおける、サトウキビ栽培のために、多数の労働力が必要とされており、アフリカ人奴隷はそのために輸入された。奴隷制自体は、古代から、多くの社会において存在した。18世紀に、イギリス、アメリカ、その他のヨーロッパの諸地域では、大西洋奴隷貿易に反対する意見が、 現れ始めたが、その声は少数であった。そのような少数意見を唱えたのは、福音派のウィリアム・ウィルバー・フォースや、クエーカー教徒のような宗教的少数派である。南北両アメリカ大陸では独立自衛の民が、大西洋奴隷貿易に反対した。1772年には、奴隷がブリテン諸島に入れば自由身分になることになった。 19世紀になると奴隷制を廃止する運動が盛んになった。デンマークは奴隷貿易を禁止した最初の国である。奴隷貿易を禁止する法律は1792年に制定され1803年に発行した。イギリスではウィルバー・フォースの努力が1807年2月22日に実った。大西洋奴隷貿易を廃止する法律。 奴隷貿易法が庶民人で反対16票に対し賛成283票が圧倒して成立した。アメリカ合衆国における廃止はさらに後年のことになる。イギリス海軍は大西洋奴隷貿易を終わらせるためにアフリカ封鎖と呼ばれる奴隷船の往来の妨害を開始し、また他国に妨害を承認させる条約を結んだ。それでもなお、 プエルトリーコとキューバといった、スペインの植民地には、奴隷の移送が続けられ、19世紀の遅くになって、大西洋奴隷貿易が終わった。ありがとうございます。